石巻市の三帆館には今日午前、船の先端部分が運び込まれ、作業員が展示スペースに設置していきました。三帆号はおよそ400年前、伊達政宗の命を受け海を渡った慶長遣欧使節団の船で、原寸大の復元船は老朽化によりおととし解体されました。新しい船は強化繊維プラスチックで作られ、全長 14.2 メートルと以前に比べると4分の1サイズとなります。来月下旬に完成する見込みで、今年秋ごろの一般公開が予定されています。